栃木テレビ結びのひととき、パッチワークキルト作家比企陽子先生と大魔神大二が楽しくトークをします。この番組はご覧の提供でお送りします。今回は前回に引き続き、真岡市にある大崎神社で開催されている骨董市、さらに神社のすぐそばで行われているフリーマーケットの様子をご紹介します。見てください、ね、そうですね、お着物なんかもね、はい、いろいろ綺麗なものね、結構ね、はい、綺麗なものがね、結構置いてるんですよ、社長のところはね。これはどういうものなんですか？これ何焼きですか？江戸時代のあれですね、綺麗な、うん、直しがありますけどね、もう小鉢、本当だ、昔はね、うん、影響社長のところでちょっと珍しいのとかってどれなんですか？やっぱり着物、やっぱり着物、うん、珍しいですよ、こうして着物が、来るなんていうのはね、うん、これさっきもちらっと説明あったんですけど、どういうものになるんですか？江戸時代の大名家です。大名、うん、昔のそういうちょっと偉い方が、高貴な方が、お姫さんとかが着てたもの、そうです、ちりめ、ご本に多分載ってるんじゃないかな、それで上に載せてあると思うのよ、あそこに説明があるよっていう。そう、この実が少なくなっちゃったのよね。もう横先生のところにはこうね、殴りとかこの実がなくなっちゃってね。ここでも結構じゃあ先生買われてたものが。もういつもね、社長が取ってくれるのね。まず金槌を見に行くっていうね、この。横先生ならではの。今横先生どういうものを探してるんですか？釘抜きと、はい、これと釘抜き、それとこれと、はい、これと、これすごい買う。はい、お願い。はい、どうもね。いくら？はい、700円です。はい、ありがとう、はい、ありがとう。なかなか女性の買い物でこんなに金槌をまとめ買いする人見たことないですね。そう、もうここ来たらね、夫はどこにいたっけというようなね。すごい、いつももう長いことね。じゃあ僕ちょっとお預かりします、ね、コレクション増えましたよ。はい、これ今買った分を、はい、お渡ししておきます。はい、これじゃあお願い、わこれいただきますので。え、ちょっと待ってください。はい、じゃあお値段つけてください。これ丸ごと？そうなの。これね、少しっていうのつまんないじゃないですか。いつもね、はい、じゃあお願い。いつもそうなんですか？そうなの。これちょっと重たいですよ、横先生。ビー玉をいつもね、いただくところ、ね、もうそのためにあったぐらいの勢いですね、これ。ちょっと座りますか？うん。いや、なんかここもちょっとワクワクする場所です ね、 これね、今ね、計算してるの。これは何川ですか？これ多分牛だと思います。牛ですよね。牛のなんか模様がついてますね、うん、そうなの、うん、この模様って押すんですか、削るんですか？いや、押すんですね。押して削るんかな。楽しいでしょう。楽しいですね。説明聞いてるだけでも楽しいですね。そうなのよ。もうね、いっぱいいろいろとね、はい、ありすぎるぐらいあるの、2ヶ月ぶりだから、ね、鍵とかもこれどこ開けたらいいか迷いますけどね、鍵。これはもうアクセサリーの。アクセサリーですよね。そうです。これね、これちょっと社長、これインク入れ。インク入れ、これ、うん、はい、インク入れね。500円。はい、500円ね。はいはい。インク入れ。インク入れね。一応先生、しっかりあれ？いつの間に？あのね、コカ・コーラの。はい。やっぱり先生の好きな、ね、頼んどいたら。そう、あ、そうなの。見つけてくれた。見つけてくれた。へえ。あ、もうすでにそういうのがあったら取っといてねって。そう、お願いしてくれ。見つけてちょうだいとね。これじゃあ、その昔のコーラの瓶。そう、最初の。
それって、ね、そうなんです。あの、今の瓶と違うんですよ。確かに、古い瓶で飾ってありましたよね、コーラの瓶で、ね、たくさんね。これはやっぱ違うんですね、昔と今とで、はい、それがね、頼んだからやってもつけてくれて、びっくりした。いつの間にか先生買い物してたんですね。もうどこかでね、あらって言っていつもこうなの。お互いに出かける時もね、メスメスなの。私の方が1時間早くてね、早く来て、うん、彼は後から来て、あのゆっくりしてでもやっぱ同じ場所で、はいはい、こうやって会う。そうなんです。大体行きましょう、分かるから。そうですね。じゃあまた後ほど、はい、あ、じゃあまたここで一旦別れるんですね。そうなんです、はい。僕がコーヒー買ったら結構ね、そうそうそう、これがバラで売れちゃったんですね。入れ物、飲み物コップが多い。これはキリコでね。あ、これもキリコですか。そうそうそう、これキリコでバラ売りしてんのね、うん、社長。バラ売り、うん、じゃあ口は触った感じ面白いですね。そうなんですね、この手が、うん、キリコはね、ね、もっとちっちゃいのもあるんですね、うん。これはいくらなの。それは2000円、あら、1000円じゃないの。1800円だから、まあ1000円でいい。1000円でいい。大サービスって言われると、はい、さよならできないもんね。それも構わないですね。そうなんですよね、うん。それ3つで2000円でいいです。これだって面白いんですよ、ろうそく立て。これですか。ええ、ちょっと持ち上げてみて、これロウソク立て、そしてこれはこうするんですね。ちょっといい、はい、これが首振りですから。首振り、これああ、本当だ。ここにこうかけるとロウソクね。はい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 、うん、そうそうそう。で、持ち歩くこともできて、持ち歩くもできて、壁にもこうですかけたり。へえ、あ、ちゃんとこう、そうそうそう、ね、ロウが上向くようになってるんですね。そうなんですね、火が。はい、じゃあ、あ、入っちゃいますか。はい、いつも入っていくんですよ。はい、お酒も置いてますし。そうなんです、私は、ね、ガラス系がやっぱ、ね、古いやつですね。これがね、はい、ヴィンテージですね、はい。これは、はい、古そうですね。これはいつのになるのかな。40年ぐらい前の40年前のジョニクロですね。ジョニクロ、ジョニクロ、はいはい、バブルの前ですね。そう、横先生来られた時は、だいたいお酒とか買われること多いんですか。いろいろ、そうですね、だけじゃない。クリスタル系の素敵なグラスとか、ね、そういうの。そっち、これ雑誌、看板、何なんですかね。私はね、こっちがいいかな、うん。これはね、大きい看板持ってるので、あ、そっちはね、こっちは、そうそうそう。この辺は看板持ってるから。これ昔のポスターなんですか。ありがとう。はい、はい、くださったの。綺麗。ありがとう。じゃあ一緒にね。銀行のポスターですね。はい、はい、なんかおしゃれなポスターですね。古いですか、ね。そうなんですよ。ね、結構やっぱもう字とか、ね、これをこれ中山律子さん、ね、社長。ボーリングの、ボーリングゲームの、ね、社長、これ中は見れる？しっかりやっぱり。あっちも見せて。そうというか、中も違いますね、周りから、側から。そうそうそう。うわあ、綺麗でしょ。すごい、うん。こういうのね、嫌いじゃなく、私ね、好きなもんだから。はい。結構ね、こういう資料が残ってるんですね。大好きなんですよ。やっぱりなかなか手に入らないんですよ、これ。ですよね。うん、他のものは持ってるけど。外のカバーからものすごくやっぱり、うん、そうそうそう、物が違うのが分かりますね。こっちのこのフリーマーケットの方は特にやっぱりあれですね、うん、古いああいう昔からこうみんなが使ってた道具だったり食器だったりっていうものが多い感じでしたね。骨董というよりもなんかこう日用品の本当にみんなが使ってたものっていう、古いね、ね、だことではないのよ、ガラクタよ。だからこのガラクタの楽しみっていうのはね、金槌のまとめ買いはね、やっぱ衝撃でしたね。なかなか横先生じゃないと、そう、あれで1000円もしないでしょ、ね、社長、このあの薄い石は、あ、石はいくら、石、うん、石全部売れちゃったみたいな、うん、あら、まあ残念だわ、これも売れちゃってるんですか、うん、そうそうそう、あら、人気なんですね。そうなんですよ、このこういう石ってやっぱ人気なんですね、欲しかったな。
はい、あ、じゃあ、そっか、またね、出たらちょうだい、はい、いや、意外って言ったら失礼ですけど、うん、石もう完売ですって。これはそうなのよ、これ、ね、そうなんですか、皆さんやっぱ、ね、狙ってらっしゃるんですね。そうなの、私もここ来てもさっさと決めちゃうんだけど。あ、じゃあ、うん、今日ね、撮影が入ってたからちょっとゆっくりになっちゃってね。1個1000円のこう、こういうのもまた何か他のものに使うってことですね。そうなんです。おすすめ、扉売ってますよ。まあ、どっか家がね、廃材で出たりするんですね、こういうのも、うん、取り壊す時に、あの、なんていうんですか、額、はい、額が使える、このもう縁の部分とかは、そう、それを使えるの。そうか、他のことに、それを布貼って使えるの。だからこれはもうちょっと壊れてるから買えないんですけれども、はい、やっぱ作りが昔のものって良かったりするから、一枚板だったらば欲しいんですね、はい、使えるかどうかですね、うんうんうん、そういうのも、もうたくさん持ってるの。え、先生結構この扉とかも持ってるんですか。たくさん持ってるのも、やりきれないぐらい。あのヒノキを、はい、6枚ヒノキも持ってますよ。6枚。もう後でねお見せしますけども、これも売れたの？ないですか？それ売れてないです。そう。これ売れてないと思います。いくら？よかったら買ってください。いくら？おいくらですか？2000円でいいです。2000円、2000円でいいです、うん、じゃあちょうだい。決まりました。これね、これはね、花、はい、花台に、はい、あのいいの、これね、うん、後ろから開きますけど、はいはい、今ね、あの物入れでね、はい、ここが開いてたから、こ、ね、はい、これね、うん、面白い。あの昔のものは仕掛けがいっぱいあって、はい、非常に使いやすいの、これね、いいですよね、あの踏み台なんですよ、はい、ということで、はい、2回にわたって陽子先生のね、はい、この、はい、いつも回っているというガラクタ市、うん、骨董市、フリーマーケットね、一緒に来させていただきましたけど、はい、ワクワクしますね。そう、もうなんとも言えないね、え、はいはい、こうやって古いものと出会って、またそれをこう大切にするっていう、はい、うん、勉強にも、そうですね、もう古いものをね、はい、もう大事にして、うん、もう生き返らせて、はい、ね、また使うというね、うん、これがもう本当に不思議なぐらい、ね、もうワクワクしますよね。本当にもう100円から、はい、あるっていう ね、 うね、楽しいよね、うん、本当に。だから誰が来ても楽しめると、うん、そう、はい、いうことを、ね、あの知りましたんで、うん、そうですね、非常に楽しかった、ありがとうございます。本当に楽しかったです。ありがとうございます。ということで、また次回、はい、皆さんこちらの番組でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。入院、外来、夜間透析に対応した最新鋭の透析センターを備え、これからも地域の高齢者医療を支えていきます。慈愛に満ちた地域医療を、引き病院。この番組はご覧の提供でお送りしました。